う内田参考人お願いしますはいよろしいでしょうか今日、はい、ご静粛にお願いします挙手をお願いいたします内田,内田参考人はい、えー、貴重な機会を与えていただきありがとうございます、えー、私は NPO そして国際 NGO という立場つまり、えー、国際市民社会のですね一員として この貿易協定、WTO の時代、そして TPP と追ってきました、今日はその立場からですね分析等を述べさせていただきます。あのまず、この日米貿易協定のですねあの基本的な背景、成り立ちというのは、ですねあの最初の中川先生おっしゃったことと同じですので、繰り返しませんが、一点、ですねそこで私、強調したいのはですね、あの TPP からアメリカが脱退したときにです、ね、日本政府は米国抜きの TPP は意味がないと言っておりましたそしてその後 TPP11 の審議の際にはです、ね、日本は米国を TPP に復帰をさせる努力をするということを言ってましたそして日米 FTA これには応じないんだという方針をはっきりと立てておりましたでこれはですね日本政府の いわゆるそのルールベースの包括的な FTA をですね目指していくんだという主張に沿ったものでありですねまあ私はあの国際市民社会の立場として必ずしもこれに賛同はしないんですが少なくとも当時の政府の主張にはですね論理の一貫性というのはあったと思っていますところがですねこのアメリカが日米 FTA 貿易協定をですね求めてきて えー、そこに応じてしまったわけなんですけどもこのことがです、ね、日本にとっては非常に大きな方針の転換ということになったと思いますで、えー、実はこのことがあ国会審議でも私はまだ深められていないのではないかと思っていますつまりですねこの日本がルールに基づく自由貿易であったりですねそれから TPP にやっぱりアメリカに復帰してもらうんだと筋を通すという大義を下ろしたということになるわけですね でその日米同盟にま縛られた関係の中でこの日米貿易協定の交渉が始まっていったと、えー、つまりですねこれはそもそも日本が望んでいなかった協定なんです、えー、理にもかなっていないルールベースということにもですねあの多角化多角間交渉やってきたこれをですねあのねじ曲げて えー、交渉に応じたという点で,です、ね、非常にそのスタートの時点から矛盾があの上に立つ協定だと思っておりますですから、その矛盾の上に立ってです、ね、交渉した結果日本の利益はこうだということをです、ねまあ、後付けのような形で、えー、説明をされるわけなので、まあ、どうしてもです、ね、そこには無理がありますし協定の評価そのものも非常にバラバラだと思っております。 でかつです、ね、まあ、この間、国会審議を私もあのインターネット等で見てまいりましたが、その事実関係というところがです、ね、なかなかその明らかになっていない、えー、そしてまああの資料というかです、ね、あのいうまあ、根拠となるものもです、ね、なかなかその共有されていないということでで、そちらにです、ね、時間が取られすぎていて、やはり今、一番考えるべきは、 その大きな転換をしてしまったというわけなんですが、じゃあ今後、ですね日本はどういう通商交渉政策を取っていくのかと、この激動の時代でですね、えーまあ、中国との関係も含めて、どういう多国間の枠組みを作るのかという非常に長期的で本質的な議論がなされていないのではないかということに非常に懸念を持っています。でえー、さてでですすねあの、えー、この日米貿易協定ですが、まあ、最初はタグ と言って始まったわけですが、まあ、今では誰も使っていないわけなんですけどもあの途中からですね交渉の直前から貿易物品だけではなくてその後ですねサービスや投資もやるんだという、まあ、割と漠然としたです、ね、形で明示されましたで、えー、これはですね、まあ、段階方式というかまず物品をやって次にその他をやると段階方式というふうに私は呼んでますけども。 このあり方自体はですね、貿易協定の中では非常にあの珍しいというか、異例だと思っております。で、どの国にとっても、このどの範囲を交渉するのかということはですね、非常に重要、基本中の基本でして、えー、例えばですね、まあ、WTO でも何を交渉するのかで延々と議論して決まらないという状況ありますし、 例えば TPP や日本 EU の協定でもですね必ず予備交渉をして何を交渉する範囲にするのかと定義をしてから交渉に入るわけですね。ところがこの今言われている2段階目まあ物品はこれで仮に批准者として今後2段階目やると言われているですね交渉分野というのはあのさっぱりわからないわけですね。サービスが入るのか投資も入るのか知財も入るのか。 というですね。非常にその不明瞭な状態になっております。で、これはですね。あの、日本にとっては非常にその不利な立ち位置にならざるを得ないと思ってます。というのは2段階の交渉というのはですね。やはり先にそのたくさんカードを切ってしまった側が不利になりますし、あるいはですね。力関係の中でですね。どうしてもあのねじ込まれていくというか、応じていかざるを得ないということがあります。 えー、というその外形的にもですねこの日米貿易協定というのは非常に異例ですし、えー、ある種その変無的であり、えー、非対象ということが言えると思います、えー、さてですねあの限られた時間でありますけれどもあの今日私はたくさん資料をですね吸っていただいて持ってきましたであの最初はですねあのアメリカの交渉目的という昨年12月に出た 文章です、ねまあ、ちょっと私自身が翻訳したものをつけさせていただいています。もともとアメリカは包括、ね、的な FTA を目指しているのです。でただ、まあ、トランプ大統領の選挙対策ということで、まあ、まずは物品と。 いうことに手をつけているわけですけれども、まあ、このそもそもの交渉目的を読むと、ですね、えー、もちろんそれは TPP をベースにして、さらにそこにですね為替操作禁止条項を入れてほしいとか、あるいは非市場国排除条項、これは中国を指しているわけですが、いうものは入っている、あるいは、えーまあ、個別の分野でもでさま、ね、ざま TPP をよりですねあのアップグレードするものをこの協定で。 最終的には求めていいるととうことなんですねでアメリカはあのこうした包括的な IFT を目指すのはあまあ90年代以降ずっとそうでして、まあ、なぜならばあの物品だけではです、ねえー、足りずやはりルールの部分非関税部分を求めることによってです、ねえー、利益が最大化するからというからです。ということで,です、ね、あのアメリカはその昨年の交渉前からですね、えーまあ どの分野をやりたいどういうふうにやりたいということを明示してきたわけですところがですねじゃあ日本はどうかというとあのこれは交渉に入る前に何が目的か何を獲得するのかということは明文化はもちろんされておらずですねまあそもそも望んだ協定ではないわけですのでえかつですねやはり今回の交渉の問題の大きなところはですね 日米貿易交渉の最大かつ、まあ、唯一の目的と言っていいと思いますが、えー、通商拡大法に基づくですね、えー、交換税措置をおアメリカに、えー、取らせないこととこれがもうマックスのです、ねえー、目的になったという設定ですですからまあここでもアメリカとは全く立場が違っていてですねですからあの、えー その非対称、偏無的ということはそういうところにもあるわけなので、ぜひ国会ではで、そもそもこの TPP にアメリカを復帰させるというですね大義はどこに行ったのか、あるいは目的、日本が求めるべき目的は、交換税措置を回避をすると、そういうことでよかったのかということを、基本中の基本として検証いただきたいと私は強く思っています。 それからもう一つの非常にアメリカペースでこの交渉を進んでいてですね実は私1月1日に発行を目指すと新聞などでも書かれているわけなんですがこの理由がですねよく分かりません日本に少なくともこの協定を1月1日に発行しなければいけない合理的な根拠というのはないというふうに思います。トランプ大統領 のですね選挙のためにそうしたいということなんじゃないかと私は思ってますがでそのおかげでですね非常にその拙速な審議が国会でも行われているのではないかと思っています。あの TPP や日、U、の頃はですね少なくとも合意があってその後、ですね影響資産等も出てそして議員の皆さんがですねまあ、協定文を初めて合意後に開示されるわけですから、まあ、一定程度、まあ、何ヶ月とかですね あの吟味をするような時間があってそして国会審議というです、ね、流れそして国民への説明も、まあ、不十分だとは当時から言っておりましたが、まあ、一定程度なされてきたわけですところが今回はそれが圧倒的にです、ね、日数も足りず対策予算あるいは政策対抗ですか農業のこれも,です、ね、もう衆議院の可決が終わる頃あるいは終わった後にですに、ね、出されてしまうと。 えー、これではです、ね、やはりその、えー、議会の権限ですとか、透明性、説明責任、そして何よりもです、ね、打撃を受ける農家の方々に対してです、ね、非常に私は不誠実ではないかと思っています、あの国会軽視ということをです、ね、改めて指摘したいと思います。えー、そして、えー、こののの協定の中身の問題ですけど あのこれは個別にさまざまあるので、えー、そして鈴木先生も今、農業面、述べましたので、繰り返しませんが、やはりですねあの、気になるところとしては、この自動車の関税引き下げを、本当にアメリカが約束をしたのかと、これは WTO の停職問題ですねで、国会でも指摘がなされています。でこれにについてはです、ね、あの資料のです、ね、中に いくつかあるわけなんですけどもあの実は9月の合意がなさ,れたなされる前後からですねアメリカの側でも貿易の専門家ですとかそれから研究者それからシンクタンク等々でですねこの WTO 違反の問題というのはずっと指摘をされてきております。詳しくはこの資料にいいいろろ書ておりますけれどもあの 日本の私たちだけが指摘しているわけではなくてですね、アメリカの側でも専門家はこれ危険だと言っていますし、日米だけではなくて例えば EU であったりですね、その他の国のですね専門家も同じような指摘をしているということを申し上げたいと思います。で、えー、そしてですね、もう一つはあの高関税措置が本当に回避できたのかということに関してもですね、これは非常にその解釈の余地を残すような。 文言が共同声明にあるもものでですすからあの理解も様々です、えー、日本の中でも政府の見解と違う見解もありますしこれ同じようにアメリカの側でもですねあるんですがおおむね、えー、必ずしもトランプ大統領は交換税を課さないということを約束したわけではないという理解で共通していると私は思っております。でえー、実はです、ね、今日あの時間の許す限り アメリカの議会やですね業界団体の受け止めは何かというどういうふうになっているかというのをご紹介をしたいと思っているんです。というのは、ですねあのこれ、同じ事実、確定した事実をもとにです、ね、それぞれの国でまあ議論する、これはもうやればいいんです。ところが、ですねあの今言ったように事実のところがですねどうもぼやけてはっきりしない。あるいは 日米の政府の説明がどうやら何か食い違っているようだということなので、えーまあ、必然的にというか仕方なくというかですねやっぱりアメリカではどういう受け止めがあってどういう議論をされているのかということを我々はしっかりする必要があるという意味でですねあの少しご紹介します。あのえー、違反のの問題の指摘は今言った通りですし あの加えてです、ね、実は先週の20日アメリカの会員歳入委員会で,です、ね、の消防貿易省委員会というところで公聴、えー、会がありました、まあ、ちょうど今日のような形で,です、ね、4人の専門家が証言をしたわけですがそこの場で,ですね,でですね改めて、えー、アメリカが自動車や部品の関税撤廃をし,していないという証言が例えば、えー、全米自動車労組 のです、ねえー、方からもなさされれれてていいまますすこれは明言されてますそれから CSIS といって国際戦略研究所ですかのマッシュグッドマン氏という方もです、ねえー、ワシントンは TPP の下で段階的に削減されるはずだった日本製の自,自動車への2.5%の関税および自動車部品への関税を削減することに、えー、同意しませんでした。 という,ふうに言ってますこれはですね日本政府の説明と真っ向から矛盾しているんですねで一体これ事実がどこにあるのかということをもっと深くですね検証しなければならないと思っておりますでアメリカの政府もこの件に関してはあはっきりとした態度を示していないんですねですから非常に奇妙な構図が生まれていて、えー、に日本とアメリカのそれぞれの専門家や議員の方 業界団体この人たちは、ね、WTO に違反しているんじゃないかといってです、ね、いろんな対策も考えているわけですところが両国の政府がです、ね、はっきりとそれはどうなのかということを共通の理解として示していないという非常に奇妙な状況が生まれておりますでしかもです、ね、もし WTO 違反であればどうしなきゃいけないかというとです、ねまあ、こうそういう協定は結ばないあるいは中間協定として位置づけると。 いう方法がありますでアメリカの側ではです、ね、今どちらかというとこっちの中間協定にしてです、ねまあ、後付けなんですけどもそして WTO 違反を回避して、えー、これはつまり2段階目の交渉というのをかなり、えー、期限もです、ね、内容も明確化してやらなければいけないということになるわけなんです。えーまあ、というようにさまざまな議論が今あってそしてあの、えー、2段階目の交渉についても いろんな意見出てますあのお米やですね乳製品をもっと交渉しなければいけないとか、ですねあるいは自動車の方はですね関税削減なんてもうとんでもないと、むしろ日本の非関税障壁をですねあの撤廃させてアメリカの車を日本に持っておるようにしなさいとかですね、す時間は過ぎておりますので、ですから、あの熟議が足りていないということを。 改めて指摘をしておきたいと思いますで、デジタルについても述べたいことはあるのですがこれはもし質問いただければお話をしたいと思いますありがとうございましたありがとうございました以上で参考人のご意見の陳述は終わりましたこれより参考人に対する質疑を行いますなお質疑及び答弁は着席のままで結構でございます質疑のある方は順次ご発言願います井口